第6回デカ盛りウォークラリー、イエーイ。詳しくは検索してみてね。そんでもって食べに行ってスタンプを集めて素敵な景品を当てましょう。さて、本日ご紹介するのはつつじが丘駅から歩いて 3,4 分の福助さん。前に飲んでドハマりしたモカビール、今日も飲むぞ。ちなみにお酒はプラス150円でメガジョッキに変更できます。じゃん、早速来ました、モカビール。調布にあるコーヒー屋さんのパオコーヒーとコラボ。みなさんこんにちは。ちょっとなんかすごいことになってるんですけど、画面上が。前回も大人気だった福助さん、また来れました。とりあえず聞いてるうちに美味しい大好きなモカビール、乾杯。泡がすごい美味しい、美味しい。あ、ほら、この後味の苦味が最高。久々に飲んだ、やっぱ美味しい。じゃあ早速倒れ、いただきまーす。飲んじゃう。2段に大きく食べてみる、ね、ありがとうございます。これやっぱ美味しい、パオコーヒーと。じゃじゃーん、あ、バターも、あ、パンに、あー、いただきまーす。これめちゃくちゃ美味しそう。お、あ、うん、うん、おいしい、おいしい。この肉感が最高に美味しい。表面カリッてきた、やばい、めっちゃ美味しい。うん、いや、うん、肉が、なんだろう、肉自体が美味しいから、この塩だけでね、美味しい。タレとか全然かかってないですよ。なんかこういう本当にね、美味しいハンバーガーってシンプルに塩、ほんと肉とチーズのね、あとこのパンのバターの香りがふわっとしてね、もうこのシンプルなのが最強に美味しい。自信あるからこそね、なんかタレでごまかしてない感じ。つなぎ使ってないんですよね。ね、つなぎ使ってないのに硬くなってないの。海外のハンバーガーって結構ね、弾力あるっていうか硬いんですけど、全然肉だけなのにね、硬くないこの謎の調理法。夜はね、居酒屋さんに転身するので。あとポテトもね、あの皮付きのでっかいやつよりこの細いの好きなんで、これも食べやすい。うん、ポテトだけ食べきれないでね、持って帰ったっていう方がね、何人かいらっしゃいました。今回もお持ち帰り OK です。このパンのバター感がすっごい絶妙。肉自体も美味しいんだけど、このパンのバターあるだけで全然違いますね。
足していくのを通り越して今度はもういらないものをいかに減らすかみたいな、極めたお店はねそうなるそうで、あと女性のお化粧とかもそうらしい立ちすぎるとただケバくなるけど、いかに減らして、なんか何言ってんだろう、本当に前回正直美味しすぎてね、全然足りないなと思っちゃったんですけど、大食いからしたらうん、危ないから真似はしないでほしいけど、くっつけるマスターなしした、恐ろしい音だ、いや、でも生まれながらに食べれるから、あんまり自分のことをまず大食いって自覚してないのが多い。お母さんも全然すごい食べ放題とか一緒に行ってもパスタ3人前とピザ2枚ずつみたいな。ミラメのすごい、ミラメのがでかパンが3枚の肉2枚でしょ、この幅は口にと感じにくいな。うん、ここほんと近いからね、もうすっごい来やすい、羊が丘って泊まりやすい駅です。野菜のところにほんのりマヨネーズ入ってる、あーこれめっちゃ美味しい絵がめっちゃ美味しい、うん、あ、出せますか、あれ前回いくらでしたっけ、前回は3500円、3段バージョンで3500円もね、電話予約してもらえれば出せるそうです。でもこっちの方がなんかお得かも、あ、500、これ800になってるし、ポテトって肉と違って軽い食材だから 300g 増えただけですごいね増してあるので、うん、10月末ぐらいまでやってるので、ね、ぜひ夏カクテルもすごいいろんなのある、レタスとマヨネーズ込みのところ嬉しい、なんかさっきの一段と同じハンバーガー食べてるはずなんだけど、レタスとこのトマトとマヨネーズ増えるだけで、ね、なんか違うハンバーガーみたいな感じ、どっちも美味しい。最初の方は肉感を味わってるって、もう肉の美味しさとか旨味がダイレクトに来る感じで、こっちはね本当なんかこのトマトとレタスのフレッシュ感が加わって後半にぴったりの美味しさ、うん、すごい爽やかな、お、あ、これめちゃくちゃ美味しい、あー美味しい、なんか酢って言っても酢独特の鼻にツンってくる感じが全然なくて、ちょうどいい爽やかさと甘み、汚してるけどもういいやって思った最後に手洗うからね、もう汚れてもいいからもうガッと食べたい、うん、
これ普通のハンバーガーでいったら何人前くらいですかね。あ、1人前です。確かにこれね、あの肉自体はあの4枚挟まってるんですけど、でも1枚がだいたい普通の2倍くらいのサイズがあるので、あの 8人前のハンバーガーです。ごちそうさまでした。またします。ありがとうございました。またでー。本日の NG 集。今回はしかも一段増えました。あとポテトも 800g に増えたので、前回よりねパワーアップして、ちょっとこっからポテト消費で早送り。編集用ずっと喋ってるって編集するのに大変だから、ちょっと一回ポテト早送り。でも最高2週間やったことある。え、2週間、まだ1回も行ったことないけど、これ動画でも行ったことないけど、人レベル。でも体重も不思議なことに、ある程度まで落ちると食べてないはずなのに全然減らなくなるんですよ。人間の体ってだからうまいことできてるんだなと思って、いろいろ自分の体で実験するの好きで、いろいろ試して。あの野菜のところにほんのりマヨネーズ入ってる。あー、これめっちゃ美味しい。絵がめっちゃ美味しい。これマヨネーズ入ってますね。あ、うん。この子も。ごちそうさまでした。また来ます。ハンバーガーの後、なんか汁物が欲しくなったので、どこにでもあるしゃぶしゃぶ食べ放題の温野菜さんに行っちゃいました。もちろんお酒飲み放題付き。温野菜さんではいつもすき焼きと豆乳にするんだけど、この時初めてとろろの期間限定の熊のやつにしました。映像はちょっとしか撮ってないけど、お肉いっぱい食べてお酒もたくさん飲みました。さて、映像とは全く関係ないのですが、イベントの告知をしたいと思います。11月3日日曜日、熊本県にある桜町熊本っていう施設のイベント会場のところで大食いショーをやります。詳細は決まり次第また後日ご報告しますが、対決式の大食い勝負になると思います。大先輩のマックス鈴木さんも同じステージに出演するよ。地元のテレビ局さんも撮影に入るような大きなイベントになるみたいなので、熊本付近の皆様、ぜひ11月3日を開けておいてください。開けておいてもらえたら嬉しいです。みんなと乾杯したいなーってお願いしておいたので、ビールも出るはずです。なので一緒に乾杯しましょう。はい、ということで温野菜さんとは全然関係ない話しちゃいましたが、おまけの動画終わり。ごちそうさまでした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方、よろしければ登録枠からちょっとはみ出してる丸っこいやつを押してもらえたら
嬉しいです。それじゃ、またね。